愛良市立重富中学校は、鹿児島県愛良市にある市立の中学校である。サワヤンに紹介されたことがある。第1学年は6クラス、第2学年は7クラス、第3学年は6クラス、特別支援学級2である。生徒数は688名で、1990年代後半と比べると減少しているが、本年より増加傾向に転じている。 1947年5月2日、茂富村立茂富中学校として創立した。創立当初の学区は茂富村内全域であり、茂富小学校、船津小学校から進学していた。当初は独自の校舎がなく、茂富小学校と茂富青年学校の一部を曲がりして分散授業をしていた。1950年、船津小学校校区の生徒は、 調査庁立調査中学校へ越境通学することになり、茂富中学校校区から外れた。その後1955年に町村合併により愛良町が成立し、愛良町立茂富中学校となった。同時に、従来の町村協会を超えて、校区再編が行われ、調査中学校校区だった県省小学校校区の田原元、楠本並木、 松原下集落が、校区に編入された。また、2010年に山頂合併により、愛良市が成立し、愛良市立主芸富中学校となった。主な進学先は、他の町内の中学校同様、市内の加毛高校、梶木高校、梶木工業高校などに進学する。また、鹿児島市内一定枠では、鶴丸高校、校内高校、鹿児島中央高校へも、 若干なだが進学する。ありがとうございます。